ペース特別選抜戦でした。それでは11レース第11回レッドリボンカップの優勝戦です。総先導はメルセデスベンツ、総先導の車には神取忍さんが乗っております。神取忍さんでございます。神取忍さんが総先導を行っております。それでは思想をご覧いただきます。菅学、3番松山茂康、4番青島正樹、5番藤岡和樹、6番荒尾聡、7番中村正人、8番金子大輔、以上8名の選手でございます。最終12レース優勝戦出場メンバーの思想の模様をご覧いただきました。その12レースへ投票締め切り時刻変更が出ています。プラス5分、5分延長されました。投票締め切り時刻は16時8分です。発送予定時刻もプラス5分、5分延長されての16時11分です。パソコン、携帯、スマートフォンなどでレースをご覧になっている方はタイムラグによりまして実際の時間とは異なる場合がございます。どうか皆様お早めのご投票をよろしくお願いいたします。12レース思想タイムです。1番車和田健吾選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。今年初優出。はい、ずっと苦しんだ、嬉しいです。しかも下前に手を入れて結果が出たっていうのも成果が出て良かったんじゃないですか。そうですね、やって結果が出たんですごい嬉しいです。準決勝戦思想 3.3 に出た時の手応えはどうだったんでしょう。いや、ちょっとびっくりしたんです、自分で。でも良かったです本当、はい、乗りやすいんで。優勝戦に向けては何か手を加えていきますか。いや、もう検査前に微調整するかしないかぐらいで行くつもりです。足回りに関してはどうでしょう。いや、大丈夫です、はい、では頑張ってペースを上げていきたいですね。そうですね、それで面白いレースになれば最高です。では優勝戦に向けてメッセージをお願いいたします。まあ、自分は目いっぱい逃げるだけなんで、面白いレースに自分ができるように頑張りますので応援よろしくお願いします。今節下回りに手を入れて戦っていますが、エンジン状態はどうですか。少し上向いたかなって感じします。今回はハンデも経過しています。そうですね、いい位置に置いてもらってると思います。明日は10メートル単独でということになりますが。そうですね、まあ、いい位置なんで頑張ります。何か手を加えていく予定はありますか。いや、特にタイヤぐらいですか。ではその優勝戦に向けてメッセージをお願いします。悔いのないように頑張ります。今節誕生日節でバシッと優勝決まりました。まあ、うまくいきましたね。エンジンの手応え的にはどうですか。まあ、昨日よりは今日の方がいいです。良かったのは準決勝戦のスタート。そうですね、うまく切れました。優勝戦でも切っていきたいですね。そうですね、同じような位置なんで、まあ、今日みたいに切りたいです。エンジンには手を加えていきますか。まだちょっと考え中です。では優勝戦に向けてメッセージをお願いします。明日も
今日みたいな展開で早めに、いい位置取りたいと思います。応援してください。今節エンジンの手応えはどうですか？自分なりにはいいです。優勝戦に向けては何か手を加えていきますか？まあ天候を見て微調整ぐらいで。スタートに関してはフライングも持っていますが、そのあたりはどうでしょう？まあ本番になっちゃうと忘れちゃうんで、あんまり気にしないです。準決も好スタートでしたね。そうですね、はい。明日はずらりと並んでいますが、どんな展開を考えていきますか？もちろんスタートでいきたいですね、はい。足回りに関してはどうでしょう？まあ悪くないんですけど、もうタイヤが低いんで、まあタイヤを変えてると思います。では優勝戦に向けてメッセージをお願いいたします。見せ場作れるように一生懸命走ります。今節正直エンジンの手応えはどうなんでしょうか？もう悪くないですね、はい。欲しいところはどこかありますか？もう乗りやすさは十分あるんですけど、やっぱ人の内向けれないんで、そこが欲しいですね。レース後半にかけてはどうですか？ちょっとタイヤが滑り始めるんで、内使いたいんですけど、やっぱそこが足りないんで苦しいです。エンジンに手を入れていきますか？いや、もう手前をとりあえず出さないと明日絶対無理なんで、一からやり直します。足回りに関してはどうでしょう？いや、もうとりあえず今日のタイヤも良かったですし、まあ、別のタイヤも試していいものでいこうと思います。がしかし最高なのはスタートじゃないですか？いや、まあそうなんですけど、ちょっとね、外枠アローさんなんで、突っ張れなかったら終わるしですね。もうかなりプレッシャーも今から感じてます。決めたいですね。とりあえず残して、まあ、今日みたいな展開作れるか思います。では優勝戦に向けてメッセージをお願いいたします。今日みたいな展開を自力で作りたいと思いますので応援してください。今節浜松に来て何かエンジン的に手を入れてるんですか？キャブだけやったんですけど、いい動きです。連日特別いい動きに見えますが。そうですね、もうエンジンは仕上がってます、はい。優勝戦に向けてはでは何か考えていますか？もうエンジンは何もしません。足回りに関してはどうでしょう？まあ、タイヤもいいです、大丈夫です。スタートの切れはどうですか？スタートはちょっといまいち、思い切っては切れてないですけど、はい。優勝戦はシャンパンファイト、優勝するとシャンパンファイトもありますが、してみたいですね、はい。では優勝戦に向けてメッセージをお願いいたします。はい、一生懸命頑張って優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。近況優出続いていますが、浜松も連続優出中なんですが。そうですね、まあ、決勝には乗れてるんですけど、決勝であまり動いてくれないですね。そのちょっといまいちなレースが続いています、はい。浜松はゴールデン優勝以来ということですよね？そうですね、ここはまあ相性いいですね、はい。まあ、シャンパンファイトも慣れてると思いますが。全然慣れてないんですよ、はい。今節エンジン的に何か気になるところありますか？そうですね、まあ、少し、まあ、物足りない感じはするんですけど、まあ、上がりタイムも、まあ、出てるんで、はい、納得はしてます。優勝戦何か秘策はありますか？今度はちょっと、セッティング変えたりして、決勝で結構失敗してるんで、まあ、そんなに扱わないようにしようかなと思ってます。では優勝戦に向けてメッセージをお願いします。はい、そうですね、まあ、優勝狙って、精一杯走ります。応援よろしくお願いします。今節連勝中ですが、エンジンの手応えはどうですか？まあ悪くないんですけど、ちょっとまだセッティングが合ってないですね。一番欲しいのはどのあたりが？今日はちょっと手前がなかったですね。ちょっと久しぶりの優勝となりましたが、そのあたりはどうでしょう？嬉しいです、はい。明日は強豪揃っての中、大外からの戦いとなります。どんな戦いをしますか？そうですね、まあメンバーきついんで、まあ、できる限り精一杯頑張りたいですね。
では優勝戦に向けてメッセージをお願いします。はい、いいレースして、お客さんが楽しんでもらえるようなレースしたいと思います。いよいよ迎えました第11回レッドリボンカップの優勝戦です。3日間の短期決戦を締めくくる優勝戦、果たして勝者は誰になるのか。この後イベントプラザで赤いシャンパンでシャンパンファイトをするのは誰になるのか、注目の一戦。楽しみなメンバーが揃いました。そのメンバー紹介していきます。ハンデゼロ1番和田健吾、ハンデ10、2番菅学、ハンデ206社並び、3番松山茂康、4番青島正樹、5番藤岡和樹、6番荒尾聡、7番中村雅人、8番金子大輔、以上8社によって行われます。8番の金子、ナンバーワン勝負区がポジションに収まって係員が離れます。第12レースレッドリボンカップ優勝戦の発走でございます。第11代レッドリボンカップの覇者は誰になるのか。スタート5秒前、3秒前、浜松12レースレッドリボンカップ優勝戦スタートしました。ハンデ0、1番の和田、2番の菅がしっかりスタート、ハンデ20は3番の松山しっかりスタート、トップスタート決めていきました。その後ろ4番の青島、5番の藤岡後方ですが、6番の荒尾、7番中村、8番の金子となっています。先頭1番の和田のペース、2番手2番の菅、3番手ですが4番の青島が3番手、その後ろ3番の松山、元からは5番の藤岡、真ん中から7番の中村マスト、割ってきた割ってきた、一気に3番手も浮上してきた。7番の中村のレースになるのか。6番の荒尾は7番手、6番の荒尾7番手、8番の金子は最後方、先頭1番の和田の逃げ、2番の菅学ぶ2番手、3番手中村マスト前を追います。中村マスト前を追う4番手は5番の藤岡和樹、上がっています。先頭1番の和田ペースを作って、2番手2番の菅、3番手7番の中村マストのインコース、5番の藤岡逆転、5番の藤岡逆転、前を追う、残り半分になるぞ。和田の逃げ、和田の逃げ、2番手2番の菅、もう一度7番の中村マスト、内から3番手浮上なるか。しかし5番の藤岡調子がいいぞ、前に迫ってくる5番の藤岡、内から7番の中村、3番手争い接戦。しかし和田が逃げる、和田が逃げる、差がなかなか縮まらない。2番手は2番の菅、内から7番の中村来た、中村マスト2番手浮上、外からは5番の藤岡のまくりで3番手、そして7番の藤岡と、ね、7番5番の藤岡2番手に上がる、7番の中村マスト3番手、しかし7番の中村が内から1番の和田を捉えた、1番の和田を捉えた、5番の藤岡も外から2番手に上がる、青旗振られてファイナルラップ、優勝はこの2人の争いか。7番の中村マスト、5番の藤岡和樹、この2人、7番の中村のリードは2写真、5番の藤岡迫れるか。しかしここで引き離した、7番の中村マスト、3番手争いは内から6番の荒尾が上がる、7番の中村雅人、堂々と前期のナンバーワンがここで果たした優勝。7番の中村雅人、5節ぶりの優勝、去年の2着のリベンジ、3連勝完全優勝を成し遂げました。強かった7番中村雅人、逃げていた同期の和田健吾を捕まえて、最後は迫ってくる5番の藤岡、一度は逆転されながら差し返して最後は突き放しました。7番の中村雅人、昨年はレッドリボンカップ雨の中2着、その忘れ物を取りに参りました。人気に応えて一着でゴールを駆け抜けました中村雅人。入選順は7番中村、5番藤岡、6番荒尾となっています。7番5番6番の順に入選しています。優勝戦、今中村雅人選手がロッカーの前、選手に迎えられています。喜びの表情、写真撮影が行われています。鈴木圭一郎選手。